はい、アンチャンネルをご視聴の皆さん、アンチャンネルの安藤雄一ですと山本武蔵です。はい、武蔵です。はい、今回は武蔵の前回の動画の続きで試合の結果を発表していきたいと思います。ちなみに武蔵、はい、目標スコア何個だった？はっきりはっきり、はい、声を目標スコアは85を切ることでした。そう、武蔵の目標スコアは85を切ることでした。はい、じゃあスコア発表いこうか。早速、はい、前半後半ちゃんとちゃんと前半後半トータル、うんうんうん、はい、前半が54で後半が50でした。トータルは？トータルは104でした。104、はい、まあ104、まあしょうがないです自分の理想より20打ぐらい違ってるんですけど、まあ失敗は失敗ですから、また同じことを繰り返さないように練習すればいいので、何が悪かったかを考えてね、武蔵、はい、同じ、ね、あの失敗を繰り返さないようにやっていこう、はい、でもその後に、まあ、プライベートでもあったラウンドで、プライベートではあるんですけど、91で43と48だったかな、91のベストスコアを出しておりますので、まあ初めて1年目としてはまあまあじゃないかなと思います。はい、まあとはいえ104っていうのを試合で打ってしまうのも彼の今の実力なので、それを今後打たないように、絶対打たないよね今度は、はい、打たないね、はい、何が悪かったのかを今日も聞きながらやっていきたいと思います。で、武蔵何が悪かったの104。なんか自分なりで言う、自分なりにボールがゴロ玉になってしまうこと。ああ、ゴロゴロっとチョロみたいなね、はい、あとはなんかなんとなくない、これが悪かったとかさ、あとそのゴムダラと、声がちっちゃい、そんなもん、わかりました。まあ今日実はこの、 収録の前に武蔵のスイング見てます、レッスンしてます。でそこで私なりに、まあ、武蔵の今回の104の原因を見つけてますので、今回はそこについてレッスンしていきたいと思います。じゃあ今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっと喋らなくて元気ないの、どうした？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 よし、じゃあ早速打っていきます。おー、最近ですね、武蔵あのバット素振りをやってます。だから結構ヘッドスピードついてます。行こう行こう、武蔵ね、頑張ってるもんね。まあ、かなりショットとしてはいいんですけど、まあ、先ほど彼にも言ったんですけど、球を曲げたくない、ちょっと曲げたくない曲げたくないと思うが、思いが強すぎて下半身が全く動いてないんです。こう構えて曲げたくない曲げたくないと思って手だけでこうやって打ってしまってます。これは下半身が動かないと何がダメかというと、スイングのリズムって下半身で基本的に取るんですね。下半身とか体幹です。リズム感がなくなってくるんです。リズム感がなくなってくるということは、毎回タイミングがバラバラのタイミングで打ってしまうということです。で、このリズム感をつけるにはじゃあどうしたらいいのか。スイングの形ではなくてリズム感ですね。今日はそれについてやっていきたいと思います。皆さんこれテレビで見たこととかあるかもしれないですけど、ボールをまあ、4、5球並べていただきます、まあ、今回は4球ほど並べますけど、これでステップを踏みながら右足、左足、左のかかとを上げて右のかかとを浮かす、左のかかとを上げて右のかかとを浮かす、こういうステップを踏みながら打つっていうステップ打ちっていうドリルを今からやっていきます。
これすごくリズム感が良くなるので、必ずスタートの時はフォロー側に一回ヘッドを振ってください。振って戻して打って戻して打って、こういうリズムでやることによって足でリズム感が取れるようになってきますので、ぜひ皆さんもやってみてください。じゃあ僕もやってみます。左右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 右、こうやって言っていただくことによってリズム感が出てきます。よくプロの試合なんか見てると、こっからする素振りをするプロなんか少ないと思います。わかる？こっからこうやって素振りを始めるプロは少なくて、一回フォロー側にこういうふうに体とクラブを振って、そこから戻すっていう素振りがみんな多いです。なぜかというと、リズムを取りながらチェックポイントを決めてるからですね。こっから漠然とこう、漠然というかこっから素振りをするんじゃなくて、こうフォローに一回振って素振りをしながら練習するっていうプロも多いぐらい、リズム感っていうのは大事になってきますので、そこを今日は武蔵にもやってもらいます。さあ、それできるかな。できそう、はい今日なんか元気ないの、武蔵なんか今日元気ないです。104打ったからよし、もうじゃあ右左右左、はい、左右左右、いいねいいね、左右左右、インパクト OK、 右左インパクト、右左インパクト、右左インパクト、めちゃくちゃうまいな。 OK、 まあ今武蔵ちょっとさっき実はちょっと練習したんですけど、全然打ててなかったんですけど、今めちゃくちゃうまくて、もう一回自分でさ、じゃあちょっと言いながらやってみる、できるかな。声出して大きく、はい、リズム、右左オッケー、右左インパクト、右左インパクト、右左インパクト、おー、完璧、すごい。武蔵が僕より綺麗に打ってしまいましたので、完璧、多分これが曲げたくない曲げたくないっていう強みが、思いが強すぎてこの間の試合でできてなかったと思うんです。リズムが全く最初にレッスンした時になかったので、まあ、リズムっていうのは本当にね、武蔵それだけ大事なことになってくるから、はい、一度皆さんもフォロー側に一回こういうふうにクラブを振っていただくということですね。でそこからフォロー側に振った反動でテイクバック始めて打ち始めるっていう、このドリルぜひやってみてください。まあ、これは普通の練習場だとなかなか4球続けて打つっていうのは球数制だともったいないので、まあ、打ちっぱなしだとか時間制のところに行っていただくか、もしくはインドアでこういう練習をしていただくといいと思います。まあ、武蔵今回はね104打ってしまったけど、はい、ベストスコアもプライベートで出たことだし、ね、はい、テレビの前の皆さんに何か一言、 YouTube です、テレビです、 YouTube だけ言って、はい、はい、これからもアンチャンネルをよろしく、応援をよろしくお願いします。いいねまあまあ、それちょっとね、アンチャンネルより武蔵が早く80台を出して、もうちょっとですね、まあ、そこから70台どんどんやっていけるように今後も頑張りますので、ぜひ皆さんご視聴と応援のほどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もありがとうございました。ありがとうございました。武蔵ダンス、武蔵ダンス